遺産サイト企画討論の13回目の授業を始めていきます。よろしくお願いします。ですね、今日はレポートの2回目のものを取材する日になってますけど、もうちょっとまだ、公開する準備はできてなくて、今日の日が変わるまでにはちゃんと準備をしてお伝えしようと思ってますので、よろしくお願いします。すいません。それでですね、アルゴリズムの話をしてまして、今日はそれ3回目になります。で、次回は最終回になりますけども、今日はこの相対性という話をしていきます。で、どういうことかっていうことは、まあ、順番に説明していきますけども、まあ、予定通りに、まあ、予定通りというか、変更した予定通りにちゃんと進んでいて、今日は1月18日で、来週で終わるということになってます。はい、それでですね、今日の目標はこれですね。グラフ順動形における相対性を理解し、順動形が存在しないことの証拠として使えるようになるということが一つ。で、もう一つは、基礎対性と個性合成検査、アルゴリズムの関係を理解して、基礎対性を用いて、相個性合成検査で解ける H 彩色問題を判断できるということです。で、この二つを目標としてやっていくと思ってください。そうすると、まあ、この相対性とかですね、非相対性っていうのは何なのかってことを、まあ、今日は理解していかなくちゃいけないなってことがわかるわけです。でですね、まあ、今までのちょっと復習ですけども、まあ、H 彩色と言ったら、G から H への順動形のことでしたね。順動形っていうのは、辺を保存する写像でした。で、まあ、これ考えてということでしたね。で、まあ、この H は、G や H は有効グラフも構わないということでした。まあ、特に有効グラフの場合は考えてます。で、H 彩色問題といったら、もう H は始め方決まっていて、G を与えたときに、G から H に順動形があるかないかということを問う問題であるということでした。はい。で、これに対して、アルゴリズムを考えていたんですけども、前回、まあ、前々回紹介して、前回、詳しく、見ていたアルゴリズムは個性合成検査アルゴリズムです。今回もこれを対象にして、話を進めるということになります。で、これはですね、考え方としては、各頂点 V に対して、V の内先候補を表す集合 LV を与える、考えます。なんで L なのかってことはちゃんと言ってなかったんですけども、これは割と、この制約重則の、文脈では、リストと呼ばれることが多いんですね。なんか皆さんは、コンピュータサイエンスを勉強してきているので、情報科学を勉強してきているので、集合とリストっていうのは違うもんだというふうに、思うべきですし、そういうふうに考えてほしいんですけども、ですね、割とその数学上では集合とリストっていうのを区別せずに、使ったりすることがあったり、ありまして、まあ、ここではこのリストから得るわけだと思ってください。だから私もなんか口走ってリストと言ってしまうかもしれませんけども、それはこれを意味すると思ってください。で、頂点における整合性を考えて、それを持って LV を更新して、どこかで LV が空集合となったら矛盾ができると。つまりその V を移す先の候補、先がもうなくなってしまうので、それで矛盾が発見されて、無を知る。つまり、G を H に移すような順動検査はありませんよ、ということを判断するということになるわけです。で、まあ、具体的にどういうような動きだったかというと、まあ、こんな感じです。まず準備としては、すべての頂点のこのリストを H の頂点集合とすると。だから、まあ、はじめはその H のどの頂点に移っていくことも、まあ、許すんだよというところから始まるということです。で、この LV がある頂点において変化する限り、まあ、まあ、変化しなくなるまで次を実行します。で、何なのかっていうと、まあ、どの個でもいいので、G の個1個います。まあ、どれでもいいんです。どれでもいいんです。で、その、支点や終点のリストが更新できますかってことを考えます。考えます。で、それでですね、何だったかっていうと、まあ、例えば、まあ、この、個を見て、まあ、支点の方を U、終点の方を V としましょうと。で、この、LV が、この終点の方から、ある要素を、Y を削除できますかってことを、判定するために、どうするかっていうと、まあ、ここに書いてある条件を満たすかどうかちょっと考えるということですね。この LU の方に入って、この支点の方のリストに入っている要素
が X だったときに、その X から Y に出てるような子が、この H の方にありますかってことを聞くわけです。で、そういうものがなければ、この、V を Y に移すことができないということになって、V から Y を消去し、削除するということになります。で、逆にというか、この視点の方でも同じことをやると、視点の方のリストから X が出てきますかってことを聞くときには、この、あれですね、H の方で XY がこれになって、だから X から Y の方に出ている子がありますかということを見て、そのような Y が、この V のリストに入ってますかってことを聞くと。で、それが入ってなかったら、X 削除すると。あ、そのような全ての Y に対して、その V のリストに Y が入ってなかったら、X 削除するということをすると。ということを繰り返していくということになります。ことでした。で、最終的にある頂点において、LV が空集合になったら、ノーを取得するということでした。で、今言った通り、これはですね、その、矛盾が見つかったら、順路計算はありませんよという形で、ノーを出力するんですけども、これがです、最終的にですね、この反復がですね、この条件が、この条件が満たされないことによって停止したときに、すべての焦点部位におけるリストが空集合になってないってことになると、ここではノーを出力しないことになるんですけども、その時に本当にイエスなのかと言われると、それはそうとは限らないという話だったわけです。で、じゃあ実際にですね、このノーを出力したい場合に、順応計算度がありますよっていうふうになってるかどうかってことが、知りたいことなんですけども、そういうことになってる場合、だからノーを出力しない場合に、実際順応計算度がありますよっていう時には、この個性合成検査アルゴリズムによって、H 接触問題が解ける。そういうふうに言いましょう。これだからこれ解けることの、定義です。で、じゃあこの解けるのはいつなのかと。この個性合成検査アルゴリズムで H 接触問題が解けるような H っていうのはどんなグラフなんでしょうってことを前回考えていたわけです。で、前回二つ必要十分条件を与えたわけです。で、それは何だったかというと、一つは、この pH というべきグラフと呼ばれるものを考えるということでした。で、そのべきグラフ pH から H に順動計算が存在することと、この個性合成検査アルゴリズムで H 接触問題が解けるということは同値です。で、もう一個同値であるということの条件を挙げていたんですけども、それは、この完全対称多系写像というのを持つということでした。まあ、完全対称多系写像が何だったかということは前回の授業の内容だったんですけども、今日はこの3番目の方は使わないので、これはあんまり見ていくことはしないで、2番のこのですね、べきグラフは今から使っているので、ちょっとこれは復習をしようと思います。で、べきグラフって何だったかというと、それはまあ H という有効グラフから作られる別の有効グラフになります。べきグラフですね。なんか前回べきという漢字の表記が入れていたので、ここは多分今日はちゃんと統一されていると思うんですけども、で、前回の資料もこの統一された形で修正したつもりなので、確認してください。はい。で、これはですね、有効グラフなんですけども、で、ここがですね、前回間違っていて、授業の時にも、間違っていると言って直したんだけども、直し方が間違っていたので、もう一回ここでちゃんと言うんですけども、何かというと、このべきグラフの頂点集合は、H の頂点集合の部分集合 X で空集合ではないものを全部持ってきます。だから空集合ではない、H の頂点部分集合を全部持ってきます。だからこちらはそうですね。今、左側の H に対して PA というべきグラフを作ろうとしているんですけども、今、H の方には頂点が3個あるので、このべきグラフの方の頂点は、この ABC っていう集合の低いな部分集合を全て持ってきていて、ここでは7個あるということになるわけです。はい。で、個はいつあるか。この PH。だから2つ今、X と Y っていう、この H の低いな頂点部分集合があったときに、その X から Y に、Y にいつ子ができるんでしょうっていうことを考えるときにどうするかというと、今ですね、この X っていうのは、これは先ほど言った通り、H の頂点部分集合なわけです、ね。だからまあ、この中にはいくつか、こう、要素が入っていると思うんですけど、まあ、X1、X2、X3 とかね。まあ、いくつ入っているかわかります、ね。で、Y の方にもいくつか要素が入っている。例えば Y1、Y2 と2つ要素が入っていると。で、そうすると、これらその X1、X2、X3、Y1、Y2 っていうのは H の頂点なわけです。
そうすると、この X1 から Y1 にですね、こう、個があったりとか、X2 から Y に個があったりとか、こんな感じになってる。これはその H においてですね、H において。H において、こういうような個があったりするわけです。で、まあ、X3 からは、H、Y1、Y2 には個がないとか、まあ、いうこともあり得るわけですね。で、まあ、X1 から両方に個がある。そういうこともあり得るわけです。で、ここで言ってる、この条件は何かっていうと、この X の側から見て、必ず一つ以上、矢印がこの Y の方に出てますよと。H の矢印がですね、H の方が出てますよと。で、Y の方から見たら、必ず、この X のどこかから一つ以上は、矢印が、ここが入ってきてますよという条件が、この二つの下の方の条件です。で、そうすると、今、この、図で書いたときに、ところでは、X3 から出ていっている方がない。っていうことになっています。だからその場合は、ここに書かれている条件が満たされないということになります。ので、その場合には、この X から Y に、このべきグラフにおいては、個がないということになります。だから、これがあるためには、個があるためには、X3 からも、まあ、Y1 か Y2 に、H において個がなくてはいけない。で、こんな感じで、すべての X の要素から Y の方に個が出てる。で、すべての Y の要素を見ると、X の方から個が入ってる。っていう形になってると、このべきグラフにおいては、べきグラフにおいては、X から Y に個がありますよ、という形になる。というのが、ここに書いてある条件でした。いいですか？これ今日使いますので、わからなかったら、聞いてほしいんですけども、いいですか？これ前回もやっていたことですね。はい。で、これを使っていきます、今日は。あ、これも使っていきます。はい。ということで、ここまでが前回の復習です。前回までの復習です。はい。でですね、先ほど言っていたこの相対性っていうのは何なのかってことをちょっと、例を通してまず紹介していきます。紹介していきます。で、第11回後期の復習、これ2回前ですね。2回前で、H 彩色問題はなぜ難しいのかってことをそこでその時に言って、こういう1枚のスライドがあったんですけども、その内容をもう1回、言いましょうと。H 彩色問題は、出力がイエスであることを確認するのが簡単である。ということを言ってるかっていうと、G から H に順度計算像があるってことを、私がですね、皆さんにこう伝えようと思うんだったら、実際に、そういうまあ順度計算像を作ってあげればいいわけです。で、確かに、この F っていうのは順度計算像であるってことは、まあ、その一つ一つの個、G のですね、個、あるいは辺を見ることでまあ確認できるわけです。なので、まあ、それは簡単である。ふうにわかるわけですね。じゃ一方でですね、H 彩色問題を解こうと思ったときに、出力がノーである、つまり G から H に順序計算がないんですよってことを、皆さんに確認して、皆さんにですね、こう伝えたいと。確認する術を与えたいと。思ったときに、これはですね、なかなか難しいわけです。例えば、この順度計算像の候補っていうのを全て持ってきて、つまりこの、VG から VH への写像っていうのを全部考えてですね、どれも順度計ではありませんよ、っていうことを、まあ、言えば、それは、皆さんにその確認する術を与えていることになるんですけども、それはですね、非常に膨大なんですね。この、G の頂点集合から H の頂点集合への写像っていうのはすごくたくさんあるわけです。それは、その H の頂点数の G の頂点数乗個ぐらいあるわけですね。そういう写像っていうのは。で、そういうものを全て持ってくるとかっていうのも大変ですし、それを一つ一つ確認する、それが、順度計写像でないっていうことを確認することも大変なわけです。一つ一つは簡単なんだけど、それすべて確認するのは大変なわけです。その簡単に確認する方法っていうのはわかんないですね。で、このアルゴリズムを考えるポイントは何かっていうと、このイエスである、ノーであるっていう、確認の方法っていうのが簡単にできるような証拠っていうのを見つけてあげるっていうのは非常に重要な考え方です。で、それが、実は今までやっていたことで、ただですね、考えていたんだけども、実は、この脳であることの、簡単に確認する方法っていうのはまだ与えてないんですね。なので、それをですね、今からちょっと考えたいということになります。で、それがですね、次のような、例でまず、やってみたいんですけども、これはですね、2部グラフにおける相対性という形で、まあ、2部グラフを例にして、このグラフ順動圏における相対性ってものは何なのかってことをまず説明しようと思います。でですね、G という無効グラフがあります。だから、今この2部グラフの話をするので、ここはですね、今日の話の中で、ここだけ無効グラフの話をする部分になっています。
で、向こう側の話をするんですが、G から K2 ですね。K2 って K2 っていうのは、頂点数2からなる完全グラフですね。で、これに、順量系がない。これ別の言い方すると、G は二分グラフではないと、ね。二分グラフであることの定義は、K2 に向かっていく順量系とは存在することでしたから、そういうのがないことは二分グラフではないです。で、これと、この右に書いてあることが同値ですと言っています。で、何かというと、ある奇数 L、サミドの奇数 L に対して、CL から G に順量ベクトルが存在しますですね。CL っていうのは、これは頂点数、L の平路でした。で、これが、いわゆる相対性です。で、何をもってこの相対性と要求するかっていうと、今、例えばその G が K2 に、あ、G から K2 に順量ベクトルが存在しないってことを言いたい。とすると、だから先ほどの話で言うと、これは G は K2 彩色問題に対する NO を返さなくちゃいけない入力なわけです。で、その G に対して答えが NO なんですよっていうために、先ほどと言った通り、この G から K2 に向かっていく写像を全部考えてですね、それが一つ一つ順序がありませんっていうことを言うのは大変なんだけども、その代わりにこれが同値であるってことを使うと、この右側のことを言えれば、それで、この左側のことを言ったことの代わりになるわけです。で、それが、で、右側のことは何かっていうと、これは、ある奇数 L に対して CL から G に順序化作用があればいいっていうことです。だから、順序化作用がないよってことを、本当は言いたいんだけども、それを順序化作用がありますよっていう形の命題っていうか、命題って言っていいんだけども、命題っていうと通じないからですね。そういう性質ですね。そういう性質に変換してあげてるわけです。この全体のこの、まあ、定理というか、この命題は、この同値性は。で、そうすると、何かっていうと、例えば今ですね、ここに例があって、この G っていうのは実際、この K2 に向かっていく順序化作用、これ存在しないんですけども、だから存在しないってことを言うために、どうすればいいかっていうと、代わりにこっち側考えるわけです。ある奇数 L に対する CL っていうのを持ってきて、CL から G に順の下があるってことを言えばいいというふうになります。で、この場合実際にです、例えばですね、この場合は、この C5 っていうのを持ってきてあげると、この C5 がここに、この G の中にこの部分グラフとしてこれ含まれてますから、確かに C5 から G に順の下がありますね、ということになります。つまり、この右側の性質が、この G に対しては成り立つことになります。成り立つので、つまり、G から K2 には順の係数がありませんよってことが言えると思います。いいですか？だから、この順の係数がありませんよってことを言うために、順の係数がありますよってことを言えばよいという、発想の転換みたいな感じですけども、これがですね、順の係数における相対性と呼ばれる原理になります。今言ったこと、ここにも日本語で書いてますけども、G から K2 に順の係数がない。ってことを確認するためには、ある奇数 L を使って順等級写像 CL から G があることを入れればよいということになります。これは重要な原理なので、まずこれを理解してほしいんですけども、これは大丈夫ですか？今からこれは証明していきます。時間を使いすぎて、それからちょっと割とさっさとやってきた気がするんだけども、じゃあこれちょっと証明しますけども、ですね、はい、ありがとうございます。で、証明していこうと思うんですけども、片方はですね、簡単です。右から左、これは簡単です。なんでかっていうと、次の性質、第2回行為の次の性質を使えば直ちに分かるんですね。で、これはここですね。これが書いてありました。第2回行為でやったんですけども、 G が二分グラフ、つまり、G から K2 に、順序化が存在するならば、任意の整数 K に対して、1乗の整数 K に対して、 C2K プラス1から G には順序化がありませんよってことこれは第2回の講義でやったんですけども、これは実はですね、この、右から左の対偶そのものです。対偶っていうのは、つまり、右側を、あ、違う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 。右から左を証明しようとするときには、左の否定を仮定して右を導けば、右の否定を導けばよいと思います。で、左の、否定っていうのはちょうど G が二分グラフであるということと同値です。で、右の否定は何かっていうと、ある奇数に対してって言ってるんで、この任意のだから、ある奇数を否定するとか、だから任意の奇数に対して、CL から G に
心臓ベストが存在しないということです。だから、この L っていうのを任意形から説明を置き換えれば、ちょうどこの下に書いてある、この形が出てくるということになります。で、これで、まあ、ただ次に分かるということになります。いいですか？で、これで、片方の向きは分かったということになります。じゃあ、左から右ですね。こっちをやりましょうと。で、これも対偶を証明しましょう。だから、まず右を、否定します。任意の奇数 L に対して、CL から G に、純度下差度がないというふうにしましょう。で、そうすると、これ純度下差度がないのに、特に CL っていうのは G の部分グラフではないということが分かります。まあ、部分グラフだったら純度下差度があることになりますからね。だからないと。で、今から何をするかっていうと、このように、だからですね、奇数の長さの経路を部分グラフとして含まないグラフ G があったら、それは、そのグラフに2彩色を与えることができるってことを証明します。で、そのアルゴリズムを次のページで与えます。で、それができると、実際 G は2彩色できるわけだから、G から K2 に順の計算が存在するということが分かるということになります。という流れで、やっていくんですけども、じゃあこのアルゴリズムってのは何なのかってことをちょっと説明します。だから、まあ、これをいわゆる2彩色アルゴリズムなので、まあ、知ってる人は知ってるんですけども、知らない方もいると思うので、ちょっとか、一つのやり方を説明します。これ、いろんなやり方ありますけども、で、ここで、説明する方法は特に効率がいいものとかってわけではないんだけども、まあ、説明しやすいから、この形でやろうと思います。で、どういうものかっていうと、入力は、奇形路を含まない連結無効グラフです。で、使う色は1か2ですね。2色で塗るとします。でですね、X と Y っていう、これ、頂点分集合を、常に保持することにするんですけども、まあ、イメージとしては、X は処理待ち、Y は処理済みだと思ってください。で、まあ、この下の例を使って、この動きを追ってきます。で、まずですね、任意に頂点を1つ選びます。まあ、この A を選ぶんですけども、で、その色を1とします。で、まあ、1、赤ですね。で、この X と Y に V を追加します。まあ、A だ。この場合は A を追加します。どうするかっていうと、この X っていう集合から1つずつ要素を取ってきます。まあ、任意にそれを選ぶ。まあ、U。だから今、A しかないので、A が U として選ばれます。そうしたら何をするかっていうと、この G というグラフにおいて、U に隣接する頂点を持ってきます。W。で、この W は Y に入っていないものとします。Y はなんか処理済みなので、もう Y に入っている頂点は考えないと。だから今、A に隣接する頂点は B と C ですね。で、B に対してまず、この行に実行しましょう。何かというと、この W っていうのは、今 U と隣接してますから、まあ、色を塗ろうと思ったら、U と違う色にする必要があります。なので、今、まあ、U として出ている A というのを赤で塗られていますから、1番で塗られてますから、B の色は2番、つまり青で塗るということになります。で、塗ります。で、塗ったら、その、今、色を塗った頂点を X と Y に追加します。で、それで同じことを C に対してもやると。で、これはまた、A が赤で塗られてますから、青で塗りましょうということになります。で、ここで、ちょっとポイントがあって、何かっていうと、今この B と C に色を塗ったんですけども、これもしですね、この B と C の間に辺があったりすると、ここで B と C の、色が同じですから、この辺の両側の色が同じになってしまって、ここで2彩色が得られないことになってしまいます。しかしですね、これ起きないんですね。なんでかっていうと、この今入力であるグラフ G は奇形路を含まないからです。このような辺があるとすると、赤の隣に青とあって、そこに辺があるってことなんですよね。ここで、C3 が含まれてしまうってことが、言えてしまうわけです。で、これは、奇形路を含まない。特に C3 を含まれてることに矛盾するわけです。だから、こういうことが起きないので、今、濡れてるところまでは、ちゃんとその、うまく濡れてるっていうことがわかるわけです。でですね、このようにして、この、すべての、この U に隣接する頂点 W を処理したら、この U、つまり A、この場合は A ですけど、これを、X から削除します。これ削除します。これですね。削除します。で、これを続けていきます。じゃあ次、じゃあ、またこれですね。任意に、U を X から選びます。例えば B を選びます。そうすると B に隣接している頂点で、Y に入っていないものは D しかないので、D に色を塗ります。で、D の色は B と違うもので、それは赤になるということになります。という形で続けていきます。で、そうすると、今、B は処理したので、B は消えると。X が消えると。じゃあ次 C を見ましょうと。で、C に隣接していて Y に入ってないものは F だけなので、 F の色を塗りましょう。で、塗りまして F 付け加える。で、これで C は処理が終わったので C を消します。で、次はじゃあ D を見ましょうと。で、D の、隣接している頂点でまだ処理、
してないものは E なので、E の色を塗りますと。で、こんな形で、すべての頂点にこう色を塗っていくんですけど、この時に先ほど言ったように、どの辺を見ても、その辺の両端点が同じようなことはないということになります。で、なんでかというと、まあ、赤の隣は青。で、青の隣は赤とかって感じでこう、塗ってるんですけども、で、その次がまた青とかってこうなってるんだけども、ここでこの青と青が、このグラフにおいて変をなしてることはないわけですね。なんでかっていうと、そういうふうになってしまうと、ここで CO ができてしまうからです。まあ、一般的にはこのような時に、奇数調の平路ができてしまうことになります。で、それは、G がもともと、奇平路を踏まないってことに矛盾するので、そのようなこと起きないということが言えます。という形で、まあ、この G が奇平路を踏まないので、この、アルゴリズムを動かすことで、未彩色が得られることになって、実際に G は、から K2 に、順当計算が存在するということが、このアルゴリズムから言えるということになります。よろしいでしょうか。はい。ではですね、これで、この前のページですね。前のページの、これですね。この相対性と言ってたものは、ここで証明できたと思います。で、このような原理が、今はこの K2 という、グラフに対してはあるんだけども、実は他のグラフに対してもあるんですね。で、そういう、ちょっと紹介しようと思うんですけども、それは、ちょっと違う話になって、それはですね、今日の目標である大定理というか、今日の目標とする定理を、まず紹介してからになります。で、それがですね、この奇相対性に関する話で、これが、今日の目標となるんですけども、まずじゃあ目標とする定理をご紹介します。これになります。有効グラフですね。がありまして、H がありまして、その有効グラフに対して、この3つだけ4つですね。4つ、ここに書かれているものは全部同値です。ということです。で、一番重要なのが3番ですね。個性合成検査アルゴリズムで H 最初問題が解けると。で、それが、そのような H は何でしょうということを考えているっていうのが、まあ、前回あるいは今回の目標となっていたわけです。で、その中で、前回証明したこの2番ですね。pH から h に順度の差が存在すると。pH はベヒグラフでした。ということでやりました。で、今日新たに付け加わっているのはこの1番と4番です。で、1番一応読みますと、h は奇相対性を持つと書いてあります。で、奇相対性っていうのは今から、定義をする概念になります。奇相対性ですね。で、4番ですね。これはですね、これもちょっと読みにくいんですけども、任意の木の向き付け t に対して t から g に順解け作動があるならば、t から h にも順解け作動がある。という仮定が成り立つならば、g から h に順解け作動が存在します。という命題です。で、まあ4番はちょっと見た目がまあ綺麗でもないし、何言ってるかよくわかんないっていうものでもありますけども、まあ4番はまあどちらかというと、この1番と2番と3番が同値であることを証明するために補助的に使う命題だったと思ってください。だから4番はあまりその本筋ではないと思ってください。だから重要なのは、この 1,2,3 が同値であるということです。で、そうすると、まあこの1番に書いてある奇相対性とか4番に書いてあるこの奇数の向き付けっていうものが何なのかってことを知らないと、まあそもそもこの定理というか性質の意味がわからないので、まずはそれを紹介するということをやっていきます。で、これが今日その目標とする定義です。はい。でですね、まあ、そうすると、木なんですけども、木っていうのは、これ、向こうグラフです。向こうグラフがあって、これが木であるというのは、それは連結であって、精度を含まない。そうです。まあ、こんなようなもの。こんなようなものが木であるというふうに、まあ、イメージしてもらえばいいと思います。これが木です。これが木ですね。で、まあ、あんまりこう、細かいこと言わないことにしようかな。じゃあ、これが木です。で、このですね、あ、そうだ。で、これが木です。すいません。これが木です。で、向き付けと言ったら、これはですね、ここに書いてるようなもので、向こうグラフと有効グラフがあるんです。向こうグラフ G、有効グラフ G の矢印があるときに、この G の矢印っていう有効グラフが、向こうグラフ G の向き付けである。ってことの定義がここに書いてあって、それは次を満たすことです。で何かというと、まずですね、この2つの向こうグラフと有効グラフの頂点集合は同じです。同じです。同じ。で、そうか、まず、じゃあ、下のイメージ図を見ましょうか、ね。イメージ図を見ると、何かというと、今言ったみたいに、頂点集合同じ。
ですね。でですね、この G っていうのは有効グラフなんですけども、この有効グラフはどのようにして得られてたかというと、G のですね、まずこの辺があるわけです。辺がある。で、この辺、一個一個を見て、その辺に対して、左向きか右向きかと言ってるのかな っていう、左向きか右向きかっていうものを、どちらかを一方決めることをします。で、例えばですね、今書いたこの上の辺については、これ右向きだとこう決めるわけです。で、決めて向きをつけたり。というのを全ての辺に対してやります。株式だけやります。で、まあ、向きどっちでもいいです。で、そういうふうにして、向きを全ての辺に対して決めたもののことを、そういうふうにして得られた有効グラフのことを向き付けて言います。向き付けと言います。ただ、まあ、ここの書き方は何かっていうと、その G の辺 UV に対して、U から V か V から U っていう向きのどちらか一方のみが必ず成り立つようにしてあげたもののことを向き付けと言います。で、ちょっと皆さんはその日本語の感覚で、ちょっとこれ気持ちが悪いかなって思うかもしれないんですよね。だから向き付けっていうのは、その向き付けるっていう、操作のことを、指す日本語ではないかなっていうふうに思うかもしれませんけども、実はですね、まあ英語ではこのオリエンテーションっていうふうに言うんですけども、向き付けのこと。英語においてはですね、このかその、このオリエンテーションっていうものが、という言葉があったら、これはですね、その向き付けることっていうその操作を表すこともあるし、その向き付けることによって得られた結果のものっていう、それを、ただその結果のものを表すこともできるんですね。その英語っていうのは。だからそういうことがあるので、その英語を直訳すると、この操作がそのものを表すような形になってしまって、日本語としては気持ち悪い形があるんするんだけども、まあそういう日本語の使い方を我々はちょっと許さないと、こういう数学をやるとき、いろんな不便なことが起こるので、ここでも許すことにしてくださいということで、向き付けという言葉で、この向き付けられたものを指すことにします。これが向き付けの定義です。よろしいでしょうか。いいですか。はい。で、今日の、テーマは、今日使うのは木の向き付けです。なので、今先ほどですね、こう、木があったんですけども、木の向き付け。あ、ちょっと木が3になっちゃったので、向き付け。これのさっき漢字書いてあるんです。力さんと漢字書きますね。向き付け。と言ったら、この木の辺の、をどちらかにこう、勝手にこういうふうに、どっち向きでもいいです。こういうふうに、決めてあげたもののことを木の向き付けというふうに言います。これは木の向き付けです。いいでしょうか。で、これをですね、考えていくということになります。はい。で、奇想天外、トリデュアリティとは何かということを説明します。で、これがちょっとわかりにくいから、ちょっとやっていくんですけども、また有効グラフがあります。H ですね。で、H が奇想天外を持つというような言い方をするんですけども、それは何なのかというと、ここに書いてある条件が何かそこです。で、まあ一応これ読んでみます。木の向き付けの集合、花文字 T が存在して、次は何かそこです。任意の有効グラフ G に対して何が何かそこかというと、G から H に、順読性が存在しないことと、ある、この t に入ってる t に対して t から g に順序で差が存在することが同値であるということです。かね。ちょっとこれ下のはちょっとで、イメージ図なんですけども、例えばこの花文字 t になんかこれ t1 から tk まで入っていくとしましょう。で、今 h がですね、ここにありまして、じゃあ h がこの奇想天外を持っていて、実際にこの花文字 T として、こっちの右側のような、集合があったとすると、何が成り立ってないといけないかというと、G から H に順の係数がないんだったら、ある、この花文字 T の中の要素があって、そこから G には順の係数がありましょう。という形になっている。で、これは同値である。同値であるって言ってるから、どういうことかというと、G から H に、もし順の係数があるんだったら、この花文字 T のどの、木の向き付けを持ってきても、G に向かってくる順序下作動はありません。という形になっているということになります。で、そのような、この花文字 T という木の向き付けの集合があることを持って、H が奇想天外を持つというふうに言います。
この定義はいいでしょうか。この定義が抽象的で非常に分かりにくいんだけども、一応分かりますかね。いいですかね。今から、じゃあ、例をやってみようと思うんですけども、実際にこの基礎通性を持つ、グラフを下げようと思います。はい。で、それはですね、この P2 ですね。P2 の、だから、有効度ですね。焦点数の有効度。これは基礎通性を持ちます。で、今からこれを証明します。有効グラフ G に対して、G から P2 の有効版に順の下差度がないってことと、P3 の有効版から G に、順序化がありますよ、ということが同値である、ということになります。で、これは何を言ってるかっていうと、まずこの P2 の有効版は基礎追跡を持つことになります。で、なんでかっていうと、さっきの、その花文字 P が、この P3 の、有効版だけからなる集合になるということになるわけです。G から P2 に向かって、順序がなかったら、この P3 から G には順序がありますよ。で、これが必要十分になっているとですね。いいですかね。だから、この P2 の有効版というのが、基礎通性を持つということが、この性質が証明できれば言えるということになります。で、これ実際証明しようと思います。で、今、一応この P2 と P3 条項に書いてますね。で、これ証明しようとして、これだから両向きなんですけども、証明の仕方はですね、先ほどの、K2 の場合と割と似てます。似た形で証明できます。で、どんな感じかっていうと、まずですね、P3 から P2 に向かって順序化することはないということを観察しましょう。で、実際にですね、この P3 ここに書いてあるんですね。で、P2 に書いてあります。で、これ順序形があるとすると、この項をですね、この項に移す必要があるわけです。で、P2 の方には項が1個しかないので、この AB の移り先は A を1に移して、 B を2に移すしかないわけです。この初めの、この左側の項を見たら。で、一方ですね、右側の項を見たら、これをその P2 のですね、この1から2に向かって、これ移そうと思ったら、C を2に移して、 B を1に移す必要があるわけです。で、そうすると、B は1に移さなくちゃいけないし、2に移さなくちゃいけないっていうふうなことになっていて、そんなことはできませんから、これは、確かにありませんということになるわけです。ということで、P3 の有効版から P2 の有効版には、順序化がありませんということが分かりました。で、これをまず観察します。今、観察しました。で、じゃあ、これを使って、この右から左を証明しましょう。右から左を証明しましょう。で、そのために配列法を使います。P3 から G には、順序化があるんだけども、それに加えて G から P2 にも順序化があるとしましょう。で、そうすると、この2つの順序化を組み合わせることによって、P3 から P2 への順序化が作れてしまいます。で、そうすると、それは上で言った観察に矛盾するから、それはあり得ませんよ、ということになって、証明ができるということになります。ここまでいいですか？ですか？はい。で、これは右から左ですね。右から左。じゃあ、左から右を言いましょう。じゃあ、G から P2 にじゃなくて、これはだから右から、いや、左から右にやるんだけど、これは多分対偶を証明します。待遇を証明します。だから左から右なんだけど、これは待遇を証明します。待遇を証明するんで、右の否定を仮定します。右の否定を仮定します。だから P3 から G には順序化がありませんよということになります。で、そうすると、そもそも、そうすると、まず、P3 は、G の部分グラフがないということになりますね。今、G っていうのがあったときに、この中に P3、この頂点数3の、道っていうのがありませんよということになります。一方ですね、この C2 の有効版。だから、二つ頂点があって、お互いにこう行き来しているような部分。これもありませんと、なります。なんでかっていうと、この部分がもしあったとすると、P3 はですね、そこに、順当化作動を使ってですね、埋め込めるわけです。だけども、それはないと言ってるわけですから、こういう部分ないということになります。いいですかね。これもないと。だから、P3 も C2 もないということになります。で、その時には、次のページのアルゴリズムを使うと、G が P2
の有効版接種が可能であるということが言えるということになります。で、実際で、だから、流れとしては先ほどのその KE の場合と同じように、なんか、こういうものがないときには必ずそれで塗れますよってことは言えるわけですね。で、実際どんな感じかというと、ちょっとやってみるとこんな感じですね。で、まあ、その、P3 の有効版から純度化写像で写す、を持たない、だからこんな感じなんですね。こんな感じなんです。向こうだから、まあ、だからこんな感じなんですよ。言ってて、あんまり良くないんですけども、これ何かっていうと、この最初のアルゴリズムを見るとどういうことを言いたいかっていうと、任意の項を見て、その支点の方は、この1、終点の方は2、青で塗ってあげなさいということをします。で、そうすると、まあ、こんな感じで、今、この G というグラフがあるんだけども、まあ、こんな感じで塗れるわけです。で、これで必ず、矛盾の中に塗れます。で、なんでかっていうと、矛盾があるときにはどういうことが起きているかっていうと、一つの頂点があったら、ちょっと今、色が出てくるんですね。一つの頂点があったら、これが、赤でも塗られるし、青でも塗られるってことは同時に起きることがあると問題があるわけです。で、これ起きませんよってことを言うわけですね。で、なんでこれ起きないかっていうと、これが起きるのが、この頂点が他の、一つの弧の終点であり、なおかつ、一つの弧の支点であるってことが起きている場合しかないわけです。で、これが起きているときにはどういうことが起きているかっていうと、今、ここの図で書いてあるように、他の頂点が2つあって、このようなその P3 の有効版の真ん中の頂点がこれになっているときっていう場合か、あるいは、2つの頂点があって、まあ、1つはその今2つの色で塗られているとすると、それに、向かっていくこと、そこに入っていく、そこに向かっていくこと、そこから出ていく、先になっている頂点があって、こんな形になっている場合のどちらかなわけです。で、これは先ほど言っていた、禁止している場合なんです。これは G にはありませんよと言ってきた場合が、起きている場合にしかこのような塗られ方は起きないわけですね。つまり、左側は、これは P3 の有効版であって、右側は CD の有効版なんです。で、これは今 G にありませんよっていうふうに言っていたわけだから、こういうような都合が悪いことは起きませんよということになって、必ず塗れるということになるわけです。ということで、このアルゴリズムでうまく G の P2 彩色が得られるということになって、先ほどの地層追跡が得られるということになります。いいでしょうか。いいですかね。ではですね、どうしようかな。今のような例を見たんですけども、まあ、これによってですね、この定理に書いてあった地層追跡とか、木の見つけって何なのかとか全部分かったことになるので、一応、この定理に書いてある言葉は全部、まあ、紹介したということになります。で、まあ、それを使って、まあ、証明をしていこうかなってことをしようと思います。でですね、これどういうふうに証明するかっていうと、証明の方針に書いてありますね。今、1、2、3、4が同値だってことを証明しようとしてるんで、私今、1、2、3、4、そこに書いてますけども。3で。そうですよね。これは場所をちゃんと工夫しないと破綻するんで、1、2、3、4、こうですね。こういうふうになっていて、まず初めに証明するのは3から1からですね。3から1を証明します。だから、やっぱりこれ破綻してましたね。すみません。破綻をしていて、これは2と3の1が足りないわけですね。ここは3で。まず、3から1を証明します。これを証明します。これ初めです。で、次は1から4。1から4を証明します。これを証明します。ああ。これですね。で、次は4から2を証明します。4から。で、2と3が同値であるってことは、前回証明したんですね。この pH と h の間の純度計だぞ。これ前回証明してます。これ前回証明してます。なので、今言ったこの3から1、1から4、4から2っていうのは証明できると、この全てがこの矢印で行き来できるってことになって、この4つが全部同値であるとか言えるということになります。ので、これを順番にやっていきます。でですね、一番難しいのは、これ一番初めのこの3から1です。で、どうしようかな。ちょっとじゃあ、3から1の証明をちょっと進めていって、途中で休憩します。あと5分ぐらいやって休憩します。はい。でですね、じゃあこれやっていきますね。だから、個性合成検査アルゴリズムで解けるという過程のもとで、その H は基礎中性を持つってことを言います。でですね、じゃあ、こういうふうにやります。では、3から1の証明。3はこれですね。
だからまず、この個性合成検査アルゴリズムで演出する問題が解けるというのを仮定します。で、この時にですね、基礎中性を持つと言ってるんで、そのような、この機能の基付けの集合っていうのを作ってあげるってことをするわけですね。で、その機能集合としてこれをやります。何かというと、機能向き付けで H に順動傾斜像で映されないようなものを全部持ってきて、それでこの花文字 T を作ります。まあ、このような花文字 T が実際に作れるかどうかってことは、今は気にしてなくて、そういうものが、をまず全部持ってくるってことをします。持ってくるという、そういうことを仮想的に考えます。で、これに対して、先ほどの基礎を中心に書いてあった条件が成り立つってことを言います。つまり、G から H に順度計算が存在しないことと、この、作ったものの中の T の向き付け T が存在して、T から G には、順度計算が存在するってことを言います。で、今、ここに書いてある、これを証明したわけですね。今、この、花文字 T は作ったので、その花文字 T に対してこれを証明するということをすれば、H が基礎通性を持っていることが証明できるわけです。でですね、この中で、この両向きを証明するんですけども、右から左は簡単にわかります。なぜか。なぜか。今ですね、じゃあ、右、配理法でやりましょう。配理法で。だから、右に書いてあることを仮定して、左を否定します。だから、ある t に対して、t から g に順度計算がありまして、かつ、g から h に順度計算があると仮定しましょう。そうすると何が言えるかっていうと、t から g に順度計算像があって、g から h に順度計算像があるので、結局 t から h に順度計算像があることになります。そうするとこれはですね、この t っていうのが、この花文字 t から選ばれていることに矛盾します。なぜかというと、花文字 t に入っている向き付けっていうのは、t から、t っていうのは h に向かって順度計算がないものを取ってきているわけです。だけども、一番下では t から h に順序がありますよっていうふうに言ってるので、この二つは両立しなくて矛盾するということになります。いいですか？なので、この今証明したかったことの中にある右から左はすぐにわかるということになります。だから、あと証明しなくちゃいけないのは、この証明したいことにおける左から右です。それを証明したいということになります。で、あと2分見るとできないな。これはですね、じゃあ実、だから実際に何かというと、G から H に順度計算が存在しないことを仮定して、このような木を作ります。この条件を満たす木を作ります。どういうことかというと、あ、そうですね。だから、ここですね。一応書いてますね。今は、だから、3仮定してますから、G に、を入力として、個性合成検査アルゴリズムを、動かすと、ある頂点において、このリストが空集合になるわけです。で、その情報を使って、うまく、この T を作ります。どういう T かっていうと、T から G には T の向き付けを作ります。T から G には順度計算像があって、T から H には順度計算像がないような T をうまく作ります。だから、アルゴリズムの動きから T を作るってことをします。で、この部分がややこしいので、休憩の後に、で、まず例を使ってどういうふうに作るのかってことを紹介して、そこから一般論の話をしていこうと思います。じゃあ、3分休憩します。
はい、それでは再開したいと思います。今言った通りですね、このアルゴリズムの動作から、この木をですね、木の向き付けを作ろうと思っているんですけども、それ実際にやって、まず例でやってみようと思います。で、こんな感じなんです。今、これを G として、これ H とする。で、この場合は最終的に、ある頂点、G の頂点のリストが空集合になるんですけども、どんな感じでやるか。でですね、今、例えばですね、じゃこの項を見て、この項に対して、そうか、まずですね、この G の頂点にはちょっと番号がついてると思ってください。この左から順番に、1、2、3、4、5、6、7と。番号がついてると思ってください。でですね、今ですね、この項を見て、この1のところの、この D ですね。D を見ると、もともと H から D に、H の D から出ている子がないので、この1から D は消えるんですけども、消えるんですけども、で、これ消したら、これを作ります。これを作ります。これは、この子の形がここにそのままあって、この1D が、1から D が消えたってことを、こういう形で覚えていることにします。で、この中、その1から D が消えたってことに対応しさせて、これを作ると。いう形になります。で、同じような形で、これ、アルゴリズムが、進んでいくたびに、こういうような、この木の向き付けを作っていきます。で、次、例えば、この項を見て、この先の方から、この A が消えたとすると、この頂点にこれ2番ですから、2A っていうのが覚えておいて、この中、この形ですね。この形をそのままこう持ってくるという形にします。で、ここを、ここ 2A と覚えておくという感じにします。で、次、この項を見て、例えばですね、ここの赤かな。ここは消える。そしたらまたこの形を見て、この3番から A が消えたので、この 3A という形を覚えておくというような、この木の向き付けを作ります。で、初めのうちはこんな形で、この A か D がこれ消えていくんですけども、そんな形でどん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 この木が、これで作られていきます。この D から出ていく子がないことを理由にして、作られてくる部分と A に入ってくる子がないということを理由にして作られている木の向き付けっていうのは、どんどんこうできていくことになります。でですね、次なんですけども、今ここの子を見ますね。で、それで、ですね、ここで、この4番の頂点からこの青がこう今消されたんですけど、これは何でかっていうと、この子を見たときに、この青を見たらですね、この H においては、青、B はこれあるんだけども、そのここに入ってくる A が、この子の視点である、3番の頂点のリストから消えてるからです。だから、この青は、この頂点4から、このリストからこう消せるんですけども、そのように、その他の、子はあるんだけども、その、視点とか終点が、その対応しているところのリストにないことを理由にして消された場合、その場合には、ちょっと先ほどの操作と違うことをして何をするかっていうと、その消され、その、4番から青が消された理由の部分を持ってきます。今これは 4A に印をつけたんですけど、これ間違っていて、これ本来はこれ 3A です。3A の部分をここに持ってきます。すいません。だから3から A が消えたことを理由にして4から B が消えているので、この 3A の部分もここに持ってきます。で、この今印がついている部分から、この、に対してこの形を作ると。で、この今、新しく付け加えた頂点には、この4から B を消したんだよということを、この覚えてくるような印をつけておきます。この操作はわかりますかね？すいません。なんか、色が間違ってるからいけないんですけども、この操作は分かりますかね？こういうような操作を行います。で、そうすると、ここで新たな、この4から B を取り除いたときに対応する機能向き付けができます。ちょっとこの時に、この例ではこの木がですね、必ずこの一直線に並んでいるような形になってしまって、あんまり一般性がなくてできないんですけども、それはちょっとね、良くなかったと思うんだけど、やっていきます。で、次、例えばですね、この項を見て、この3番から、消せるなと。青がね。と思ったら、この時にはまたここが間違ってしまう。だからこれは、すいません。これは、だからここですね。2A のところを
という形で、この酸から B をつけ、取り除いたことに対応する火を作ります。火の元付けを作ります。色が間違ってなんか致命的ですね。すいません。ちょっとちゃんと見ることをしてなかったら言えなかったです。すいません。で、同じようにやっていきます。例えば今、ここ見ますと。で、ここを見たら、今度は、この弧の後ろ側を見たときに、これ青がないので、この、4番の頂点からこの緑がつきます。C がつきます。だからそれはこんな感じになるんですね。あ、ここは合ってる。4番のから C を消したところの、消せた理由は、3から B がない。3に B がないことだったので、その 3B に対応する木をここに持ってきて、そこからこの 4C を表す頂点に向きをつけて、新しい木の向き付けを作るということをします。で、これを繰り返します。例えば、じゃあ、ここを見たときにですね、この5のところは、先に緑がないから、ここでは青が消せると思います。こんな感じですね。あ、その前に、じゃあ、その前に2をやります。先に、じゃあ、これ今、この 5A があるので、これ 5A やると、4に青がないので、この5のところから赤が消せるってことが言えます。だから、ここの部分は今、この 4B ですね。4B があって、その 4B をここに持ってきて、5A をつけるんだけども、この、この向きなので、こっち向きに、向きをつけるということをして、今新しくつけた頂点は 5A で覚えていきましょう。ということになります。で、同じように、この5から青が、黄色が、じゃなくて、これですね、青が消せたのは、その4番のところに緑がないから。だから 4C のところをここに持ってきて、5B、青を振る、こういうふうに向きをつけるという形で、この5から青を消したことに対応する木が作られるという形になります。で、これを続けていって、そうすると次、多分ここ見るのかな。もう6番の頂点見ると、6番の頂点は、この項を見ると、この始点の方には、赤と青がないので、この終点からは青と緑が消せますということになります。で、それに対応するような木がこれで作られると。いう形になります。で、そうすると、次、ここの項を見ると、その始点には、赤と青と緑がないので、その終点のリストからは、青と緑と黄色を消せるということになります。で、こんな感じになると。で、こんな感じで、どん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 、この木の向き付けが作られていきます。その一つ、ある頂点のリストから、が変更されると、それに応じて、こんな形で、一個一個、その木の向き付けが作られます。ここまでいいですか？すいません。まず、ここまで。まあ、これだから例やってるから、あんまり一般性なくていけませんけど、まあ、こういう感じです。でですね、今、この7番という頂点の、7番という頂点のリストが空になりました。空になりました。で、そうしたら、この時に何かをするんですけども、この7を、持ってるリスト。いや、木の、向き付け。これを全部集めてきます。で、これ集めてきて、こんな感じにします。今集めてきて、今ここに、これ 7A、7B、7C、7D なんですけど、それを全部これくっつけます。これくっつけてどういう意味かっていうと、この印がついてる頂点を、これ同一視する。同一視するってことをします。で、それで一つの、これ木の向き付けが得られます。で、これを T とします。これを T とします。で、そうすると、実はこの T っていうのは、ちょっと前のページ見ないと分かんないかもしれませんけども、この t というのは g に向かっていく、順度下差はあるけども、h にはないっていうような性質を満たすものになります。で、実際先ほどのを見てみると、そういうことは、この場合、この例の場合、確認できるので、ちょっとやってみてほしいんですけども、これは言えます。なんていうことでしょう。ってことになって、これが所望の金なわけです。欲しかった金なわけです。で、これ今から一般論をやっていって、一般的にこういうことが言えるんだってことを言うんですけども、ですね、何がちょっと今からの説明で難しいかっていうと、今はですね、ここで得られたものってのは全部これは一直線なんですよね。まあ、向きはバラバラだったら一直線なんですよ。で、一直線になるとは限らないんです。今からやることでは。で、なんでここ一直線になったかっていうと、これですね、H が一直線になったからなんですよ。で、だからこれはそういう意味で例として良くなかったんですけども、よくなかったんですけども、もっと一般的な場合には、例えばこの C っていう頂点があったら、その C に入ってくるような、弧っていうのはなんかたくさんあるかもしれないわけです。
で、そういうことがあると、この、ある頂点からこの C が消えたときには、ここにできる木っていうのは一直線じゃなくて、枝分かれがあるような形の木になったりします。ということも踏まえながら、次の、一般的な説明をやっていこうと思います。でですね、何をするかっていうと、今はですね、アルゴリズムがリストを更新する、変更するために、新しい域を作成するということをやってました。で、どういうことをやっていたかっていうと、頂点 V のリスト LV から X を分ずったときには、それに対応することが VX という印を持った頂点 RVX を持つ TVX を作成するというふうなもの。先ほどのこれイメージですね。RVX というなんかその特別な、なんか印がついた頂点があって、で、これが全体がこの木になっていて、木の向き付けになっていて、それは TVX だ。今、これ木って書いてあるんだけども、これは木の向き付けのことをもう今簡単に木と呼んでしまっていると思ってください。すいません。はい。で、これは次のような性質をずっと持ち続けるというふうにします。で、どういう性質かっていうと、この木は GA 順動径を持ちます。木に順動径を持ちます。で、ただし、その順動径は、追加の性質を持っていて、何かっていうと、この RVX が V に移るように移せますと。この RVX がこの V に移るように移せますと。この V ってのはこの V ですね。この V です。この印のつけた V。ここに移せるように移せます。で、一方で、この TVX は、この H に向かって順動径で移せるかもしれないんだけども、かもしれないんだけども、この RVX を、この H に向けるこの X に移すようにはできません。TVX から H の順動径で、RVX を X に移すものは存在しない。というふうにします。で、これをその新しくその木を一個一個こう作っていくんだけども、その度にこの性質が保たれるようにします。で、そういうふうにその、なんかその繰り返しをするたびにしていっても、ある、条件が保たれ続ける場合、そのような条件のことを不変条件と言ったりします。まあ、不変式といった、不変式というのかな、不変条件といったり、不変量といったりするんですけども、まあ、だからこの場合はそれが、不変条件になります。で、これが保たれるようにうまく作っていくってことをします。で、まず、その作り方を説明して、その作り方によって、この不変条件が保たれるってことを言います。多分、今日はこの3から1の証明をしながら終わりになる気がするな。残った部分は、次回に持ち越そうと思います。すいません。はい。で、それをやっていきます。でですね、取り除くって言ってるんで、どういうことが起きるかっていうと、まずその G において、UV っていう項を見るわけです。で、その V のリストから、Y が削除されたときを考えます。で、そうすると、そのような規則っていうのは、この個性合成検査において、この条件ですね。この条件が満たされたときに起きるということになります。で、それは何だったかっていうと、LU に入ってる X に対して XY が異なって、H の異なっているようなものが存在しない。だからこれが起きるパターンっていうのは2種類あって、1つは何かっていうと、そもそもこの H において Y から出ていく子がないと。H において Y という頂点があるんだけど、Y から出ている子はそもそも存在しない。先ほどの例で言うと、その一番右端の、黄色い頂点ですね。D だったところの頂点のような状況。で、これがあったときには、だからこれはその初めの方で起こるような取り除かれ方で、その場合には、この形をそのまま持ってくるという行為をやってました。で、この先の方ですね。この取り除いた方に対応するところに、この印をつけると。V から Y を取り除きましたよっていう印をつける。という形で、木の向き付けを作ります。一方で、そうじゃない場合、この Y から出ている子はあるんだけども、Y から出ている子はあるんだけども、例えば、ちょっと今私は別のことを言ってますね。なんか間違ったことを言っていたので、ちょっと待ってくださいね。消しちゃった。V から削除するんで、すみません、今言ってることも間違えてました。すみません、間違ってました。すみません、もう一回言います。左でやってるのは、これは、入ってくるのがないです。すみません。
入ってくるものがない場合です。すみません。だから先ほどの例で言うと、赤い頂点の方です。すみません。赤い頂点の方です。すみません。間違ってました。これはいけない。赤い頂点の方でした。で、その時には、こうします。この形を持ってきて、こうします。すみません。で、じゃあ入ってくる頂点ある場合、Y に対して、H において、Y に入ってくる頂点がある場合、例えば、ここが3つあって、X1、X2、X3 だとしましょう。だけども、その L から、LV から Y が削除されるのは、こういうふうな、ここがあるんだけども、X1 も X2 も X3 も LU にはありませんよって言われますね。あ、これですね。だこういう個はあるんだけども、そのどの個を見ても、その個の視点である X っていうのは LU に入ってませんよっていう場合。その場合には、V から Y は削除されるんですけども、その時ではどのように気をつけるかっていうと、その時には、まずこの X1 や X2 や X3 はこの U のリストから消えてますから、この X1 や X2 がや X3 が U から消えてるってことを表す記はもうすでに作られてるんです。だからそれをまず持っていきます。今、RUX1、RUX2、RUX3 っていうのが、なんか、思っているような木がもうすでにあるわけです。で、これらを使って新しい木を作ります。で、どう作るかというと、まずですね、この3つの頂点を同一視します。こんな感じにします。こんな感じにします。で、これに対して、新しい頂点ですね。今、こう取り除いたもの、V から Y を取り除いたので、それを表す頂点を持ってきて、この子を作る。ということをします。で、これによって、のこの新しい木を作るということをします。この操作はいいでしょうか？ですか？今なんかこの図ではここら辺なんか重なっているように見えますけど、これ本来は重なりはないです。すみません。重なっているのはこの同一視した頂点だけです。ちょっとこの図の都合で重なっているように見えますけども、それは注意してください。はい。で、これが、V の方から Y を削除した場合ですね。で、それと対照的に X、U の方から X を削除する場合もあるわけです。だからこんな感じですね。だから今、この U、あ、色が削除違った。U、V という、項を見て、U の方から何か削除する場合ですね。U から X を削除する場合っていうのがあるわけです。で、その場合は、またこれ2パターンがあって、ね、何かというと、X があるときに、これこそですね、これ H において X から出ていく子がない場合。そうです。これは先ほど、やりました。これですね。この場合ですね。で、この場合には、その U から X を取り除いたっていうことを表すマークと、この子の形そのまんまを作って一つの木とします。で、そうじゃない場合。で、そうじゃない場合っていうのは、この右側の場合ですけども、X から出ているような、コアあって、で、それぞれ、まあ、行き先が Y1、Y2、Y3 だとしましょう。これ、まあ、これ、行き先ってもいいわけです。仮に3つだとしますけども。で、これ、コアあるんだけども、Y1、Y2、Y3 っていうのは、V のリストには入ってませんよ、ということを考えます。で、その時には、先ほどの場合と同じように、この Y1、Y2、Y3 が V から取り除かれましたよってことを表す木っていうのはもう、すでに作られてるわけです。で、それを持ってきます。で、やることはさっきと同じで、これを持ってきたら、このマークがついている部分を同一視します。同一視します。で、それに新しい頂点を付け加えて、子もつけると。こういう形にするわけです。で、これによって、この TUX ができるという形になります。で、今ですね、この4種類のパターンがあるんですけども、この4種類のパターンの作り方で、先ほどの、不変、条件ですね。不変条件が保たれるってことを言う必要があります。で、それを、今から議論していきます。で、これが不変条件。ちょっと今字が小さくなってますけど、これ不変条件です。で、先ほどこの4つの作り方をしたので、例えばこれですね。これが作られた場合。これっていうのは、だから、H において、H において、Y っていう頂点があるんだけども、Y っていう頂点があるんだけども、Y っていう頂点があるんですけど、そこに入ってくるような子はありません。こういう場合ですね。こういう場合です。で、こういう場合には今どういうふうになったっていうか、で、まず、ね、で、それを、これを考えるときには G においては U から V に子がある場合を考える。こんな感じですね。で、じゃあ、これを今作ったときに、この木がですね、ここに書いてある A と B という条件をまず満たしていることを確認します。で、まず、で、上の方の条件は何かっていうと、このマークがついたものを V に移すような V っていうのは、このマークですね。このマークが同じ形ですけども、この RVX を V に移すような人物差がありますよ。
ことをまず言う必要があります。G に向かってですね。で、これを見るとですね、ここ V ですから、この V をこの V に移して、この白い部分を U に移すことをしてあげると、こんな感じですね。こういうようなことをしてあげると、今この作った木から G への順等傾斜像で、このマークをつけたもの RVY が V に移るようなのがあることがわかります。だから、A は、満たされます。この日において。これはいいですか？これがわかんない。多分次もわかんないので。いいですかね。だから今、ここで作った木は、この A を満たします。じゃあ、B を満たすことを言うためにどうするかっていうと、この H に向かっていくような、この初毛の順等傾斜度があるとすると、この黒い頂点、この R、このマークが付いているんですね。これはこの Y に移される必要があるわけです。Y に移される必要があるわけです。でもそうすると、この今この弧があるんですけども、この弧、弧のこの支点である丸が映ってる先が、これないわけです。どこに行きましょう。なんでかっていうと、Y に入ってくる弧っていうのはそもそも H にないから。つまり、この RVY を Y に移すような順動傾斜像は存在しないということになって、 B が言えるということになります。いいですか？ということで、これを作った段階では、この A と B を満たされるということになります。で、この逆向きの作り方ですね、もあったんですけども、これも同じような形で言えます。今、ちょっと省略します。同じ形で言えます。で、次、これですね。これがややこしい場合ですけども、どういう場合だったかっていうと、RVY を作ってるんで、H においては、Y があるんだけども、そこに入っていく、この X1 とか X2 とか X3 はあるんだけども、それらは、この、G においては、すみません、G は U から V ですね。こんな感じなんです。G においては、この U のリストからもすでに消えているということになっているということですね。で、今ですね、これは、機能的にやっていて、今この U から X1、X2、X3 を取り除いたときに作られた木っていうのは、すでにこの付箋条件を満たしていると仮定します。だから順番にやってますからね。で、その時に、この新しくこの木を作ったらどうなるのかということを考えるんですけども、その時には、ですね、じゃあまずこの A の条件が満たされることを言うために、この木がこの G に移ってるとこと言うんですけども、その時には、まずですね、この条件から、この RVY はこの V にされる必要があります。で、そうするとですね、この弧があるので、ですけども、この弧を、この U から V に向かってここに移す。つまり、この RUX と書いてある部分はこの U に移します。そうすると、機能法の過程から、この小さなこの木ですね。この作るに作った木っていうのは、この同一視した頂点を U に移すような G への順序計算が存在するわけです。ですね。この小さなところではこの A の条件を満たされてますから。だから、全体としては、この丸、白いところを U に移して、他のところはどっかわかんないけども、この G のどっかに移されるような順序計算があるわけです。なので、それを使うと全体として、この RVY を V に移すような順序計算が存在するということが言えて、全体としても A が言えるということになります。これはこれになります。いいでしょうか？ここはちょっと雰囲気でやっていて、本当はちゃんと言葉で書く必要があると思うんですけど、雰囲気でやってますね。で、これがこの A の方の確認です。じゃあ、この B の方ですね。この B の方って何なのかっていうと、今、この木から H への順等傾斜像で RVY を Y に移すものがありませんよってことを言うわけですね。だからじゃあ仮にあるとして RVY を Y に移します。で、そうすると今この弧があるんですけども、この弧は、この弧書きましょうかね。この弧は、この RUX から RVY に向かっている弧は、この X1 から Y、あるいは X2 から Y、あるいは X3 から Y への弧に移される必要があるわけです。順動傾斜度ですから。で、どこに移されるかはわかんないけど、仮に、じゃあこれが、この X1Y の部分に移されるとしましょう。で、そうすると、その時には、この同一視した頂点は、この X1 に移されるわけです。だけど、これそうだとすると、この部分ですね、
この木で作ったここの部分。この部分っていうのは、もともとこの、同一視したこの頂点っていうのが RUX1 だったんです。だけども、この RUX1 をこの、のマークを持っているこの木っていうのに対しては、この B の条件が成り立っているので、この RUX1 を X1 に移すような順当化などが存在しないといけないんですよ。だから、そういうことを考えると、この左側の部分は H の中にうまく順度計作像で移すことができなくなって、全体として順度計作像であったことに矛盾します。今これは、この X1Y という子に、この部分ですね、この木の子が移されたというのを仮定したからそうなったんだけども、そうじゃなくても、例えばですね、これがその、X3Y の部分に移されたとすると、今度は、この同一したところの、この部分ですね。この、頂点がもともと RUX3 だったところを見てあげることによって、やっぱり矛盾が導きます。ってことで、何なのかっていうと、この H における、この X1 から Y、X2 から Y、X3 から Y のどこに、この考えている子が移されたとしても、必ず矛盾が得られるということになって、結局、この考えているような順度計算、順動計算像が存在しないということが言える。という形で B が言えるということになります。いいでしょうか。言葉だけで説明していけなくて、一応次のページにここに書いてあるんですけども、ちょっと見てみて、こんな感じですね。こんな感じですね。存在すると仮定すると、これ V じゃなくて、すみません、これもあります。これ RVY ですね。RVY を Y に移すような順列があると仮定すると、うまくいかないと。どこかで矛盾が起きてしまうということになります。で、これは、この向きが逆になるような場合ですね。場合でも同じように言えます。という形で、このようにして作った、木というのは必ずここに書いてある条件を満たすということになるわけです。で、それが分かったら、先ほどの例では何をしたかっていうと、この空になったリストに対応する頂点 V があったら、そこに対して、その、同一視して木を作るってことをしました。何だったかというと、今ですね、この V において、この空集、そのリストが空集合になったら、その V のところに関わる、この木っていうのを全部持ってきます。だから、この今、このマークのところは V なんとかっていうふうになってるんですけども、このなんとかのところ、この X1、X2、X3、X2 と今あるんですけども、これはすべての、この H の頂点が全部出てくるような形になってるわけです。なんでかっていうと、この V においては全部削除されたわけなので、この削除されたものに対応する木ができてますから、その削除された要素が今全部あるわけです、ここに。H の頂点が全部出てきてるわけです。で、この T を作るときには、これらのこの周りの部分を全て同一視して一つの木を作るということをするわけです。で、これを T とします。これを T とします。で、今言いたかった性質っていうのは、T から G には、順度計算が存在して、T から H には順度計算がないと。これを言いたかったわけです。で、これは、この T が満たすんです。なぜか。今ですね、ちょっと待ってください。今じゃあ T から G に順度計算があるのはなぜか。というと、今、これ G というグラフがあるんですけど、G の中には どっかにこう V という頂点があります。で、V という頂点があって、この一個一個のですね、木を見ると、この RVX なんとかから、RVX なんとかをこの V に移すような順列作動は、この一つ一つの木については存在するわけです。ここからここ、ここからここ、ここから。で、そうすると、このように、積み重ねた、このマークついているところを同一視した、木においても、このマークのところを V に移して、他のところもうまくこの G の中に押し込めるような順度計算像がこれ存在することになります。ので、この T から G への順度計算像が存在するということが言えます。これいいでしょうか。ですかね。だからここで先ほどの普遍条件の A の方を使っていることになります。ではですね、一方で、じゃあ、T から H に順度計算像が存在すると仮定しましょう。そうすると、今 H っていうのはこうあるんですけども、そうすると、今このですね、この同一した頂点も、この H のどっかの頂点に移っていくわけです。じゃあ、その頂点は、今、この X1 から XM の中のどれかになるわけですね。
で、それ仮に、じゃあ今 XI だとしましょう。XI だとしましょう。じゃあもっと具体的に X1 にしましょう。X1 にしましょう。で、そうすると何が起きてるかっていうと、同一視したことによって得られた気においては、この中に、この X1 の部分がこうあるわけです。この部分ですね。で、その部分だけ見ると、このマークがついたですね。マークがついた部分が X1 に移されて、この木全体もどっかにうまくこう、この H の中に移されていくような順動形がある。つまり、これですね。一番左のこの木から H に入っていくような順動形作像で、この RVX1 を X1 に移すような順動形作像が存在することになってしまいます。しかし、それはですね、先ほどの普遍条件の B の方から存在しないというふうに聞いていたわけなので、矛盾が起きるわけですね。これをここに移すような順列がありませんから。ということは、初めの過程が間違っていて、つまり T から H に順列が存在するっていう過程が間違っていたことになって、つまり結論としては T から H に順列がありませんということが言えることになります。いいでしょうか。ということで、この T は G に向かっていく順動形作用が存在するけども、H に向かっていく順動形作用が存在しないというものになって、これが、証明の初めで欲しかったと言っていた性質を持つ木なわけです。木の星付けになるわけです。で、これで3から1の証明は終わりましたということになります。よろしいですか？はい。で、今は、この証明の中の3から1の部分をやっていたんですけども、あと2つはちょっとできる気がしないので、じゃあ次回にしようかな。次回にしようかな。次回にします。なんか今その補足動画にしようかとか迷ったんですけど、次回にします。で、次回は、じゃあ次回これやるので、そもそもに出てください。で、一応、ですね、最後、どんな形になるのかというと、だいぶあるな。これですね。まあ、一応、まあ、それで証明が全部できれば、この性質が証明できたということになるということになります。今言った通り、1から4と4から2は次回、初めに出ります。でですね、まあ、これができた、例えばですね、まあ、こういうことがわかると。先ほどですね、この P2 の、有効グラフ版っていうのは、基礎通性を持つと言ったので、この P2 の有効版彩色問題っていうのは、この個性合成検査アルゴリズムを使えば解けるということがわかるわけです。っていうような形で、先ほどの、定理っていうのは使えるという感じになります。はい。では、今日はこれで終わりになりまして、一応その相対性と基礎相対性を使って、ちょっとまあ、証明はまだ全部終わってないんですけども、基礎相対性を用いて、個性合成検査で解ける H 彩色問題っていうのが、特徴付けられると。必要十分処理の話で書けるということになるということになりました。で、次回は、今日余っているところの証明を行うってことを初めにやって、あとですね、残った時間で、このつい、もう一個あった、この整合性検査アルゴリズム、つい整合性検査アルゴリズムっていうのがあったんですけども、それで、H 彩色問題が解ける場合がどういう場合なのかっていうことを紹介したいんですけども、多分、証明ができる感じは全くしないので、この重要な概念で、多数決多形写像っていうのが何なのかっていうことを紹介して、まあ、例でどんな雰囲気の定理が導けるはずなのかっていうことをご紹介しようと思います。はい。では、今日の授業はこれで終わりにします。まあ、先ほど言った通り、次回は、今回残ったところの残りからやりますので、そのつもりでいてください。はい。では、あれですね。コメントの方を出していっていただきたいので、チャットに出るかな。出ましたね。はい。今、チャットの方にも出しましたので、合ってるかな。合ってるはずなんです。これで、コメントの方を出していってください。コメントが少なくなっていて、私は寂しいので、皆さん出していってください。よろしくお願いします。で、あとは、初めに言った通り、初めに言ったかな。今日は、レポートのお出題する日になってますので、日が変わるまでにやろうと思いますので、そのつもりでいてください。よろしくお願いします。では、授業を終わりにします。ありがとうございました。